こんにちは。2022年9月28日です。国設知床野営場にやってまいりました。ここは6月1日から9月30日までの営業だということです。このキャンプ場の中にはですね、知床八景、夕日が台ですかね、夕焼け台ですかね、展望台があるキャンプ場ですというふうになってます。利用料金は400円です。デイキャンプは半額ということです。管理事務所、炊事とトイレはバイオタイプですね。これが3箇所です。オートキャンプはありません。ケビンが4名用5棟、2名用が2棟というふうになってます。いずれも3200円で利用できます。電源コンセントは、2名用ケビンにはありませんということです。定員は200名、60区画のフリーテントサイトです。40台の駐車スペースがあります。禁止は直火はダメです。車両乗り入れもダメです。ペットはリード付きであれば OK だということになってます。それからスマートフォンの充電は道の駅知江徳の中に300円、いや30分200円で充電可能だというふうになってます。フリーテントサイトの方はですね、若干の凸凹があるんですが、勾配があるというほどではありませんので、十分リアカーで運ぶことができると思います。水糸もまあ、あまり綺麗な水糸では何もありませんね。まあ、国鉄ですからしょうがないです。まあ、こんなもんだなということです。まあ、設備的にはそれほど新しくありませんが、十分泊まることができまして、この絶景ですね、夕日がこう展望台ですか、夕日展望台ですか、そこから、知床の海を見ることができます。バイオトイレはこれ、おがくずかなんかを利用して、浄化するような、設備ですね。近くには公衆浴場、ウトロ温泉、夕日台の湯が、あります。500円で入浴できます。午後2時から午後8時までですね。意外とこれ時間短いですね。がありますので、ちょうどご利用くださいということです。ここは坂登ってくるんですが、下の方にはセブンイレブン、それからセイコーマートなどがありますので、食材の調達は、可能になってます。ここも本当に知床したらやっぱりここでキャンプを入りたいなというところではないかなと思いますが、まあここは近くにホテルとかがありますんで、大型動物の出現はなく安心して泊まれるようなことになってるんじゃないかなというふうには思います。知床は熊がいつ出ても不思議はないようなところですんで、まあ警戒されて泊まられるのがいいんじゃないかなと思いますが、ここはまあ安心して泊まれますよということです。まあ今回知床野営場を来てみまして本当に良かったですね。来たいなとは思っておりました。まあこの概要欄を見てるんですけども。知床観光拠点の一つであるウトロの市街地から約1キロの高台にありますということです。知床八景の一つで知られる夕日台で、および、ウトロ温泉街が隣接してますということです。この野営場は、エゾマツ、トドマツなどの針葉樹、ミズナラ、センノキ、ニレ、カンバなどの落葉広葉樹がありますというふうになってます。林野庁北海道管理局が管理してますということになってますね。さすが国営ですね。それから利用関係は先ほど申し上げました。交通アクセスは、ですね、一般的なキャンプ場で、ちょっと高台にありますよというふうになっているところです。今回右ドライブをさせていただきました。結構走ってまいりました。ウトロ知江徳で、仮眠なんですけども、寒かったですね。寝るときは暖かかったんですけども、だんだん急に冷えてきたなというのが分かりまして、FF ヒーターを入れて、ぬくぬくゆっくり、過ごしました。一回寝てしまうと本当に快適に寝れるものですから、目覚めませんね。朝までもぐっすり、寝てしまいました。車の中も時々、ショート動画で撮らさせてもらうんですが、一人宴会をしながらですね、マットレスを引いて、一人でゴロンというこうなってます。長さはだいたい日数は3メートルあります。ベッドの長さが1800ですね。
マットレスが2200だったんですから、そのマットレスを引きまして、寝てます。車の幅は1350あるんで十分寝返りもできますし、2人で寝ろうと思えば十分寝れるスペースがありますが、普段私は一人で、寝てます。横の方にテーブルが置いてありまして、ここで音楽を聴きながら、 Bluetooth ですね、聴きながら、ビールを飲みながら、ウイスキーを飲みながらということで、一晩過ごして、まあ眠たくなったら寝ますよということですが、こういうところと結構寝るの早いですね。8時、9時になってしまうともう眠たくなって寝てしまいますね。して、朝の4時頃、4時半とか5時ですね。今は5時ですかね。5時頃になると、目が覚めて、さあ、行動開始だぞというパターンです。をしてます。まあ、燃料の方はですね、FF ヒーターの灯油なんですけども、今の時期だと一晩って12時間ぐらいですか、そんなに使わないですかね、10時間ちょっとぐらいですかね、使って、まあ、2リッター使うかというところですね。まだ FF の、使用時間は短いですね。これがだんだん冬になってきますと、18時間とか20時間ですね、エンジン止めてすぐスイッチを入れてというふうになるんですが、今の時期は結構それほど耐えてる時間が短いんで、今回は4泊5日の予定なんですが、10リッターの灯油で十分、間に合うような状況です。はい、まあ、これからあとは知床峠の方に登っていきます。まあ、とりあえず、知床湖の方に向かいまして、地の果てですか、地の縁っていうんですかね、地の縁の温泉の露天風呂をちょっと、ね、見るだけですね、入りませんが、見るだけです。誰かが入ってれば入るんですけどね、あそこは本当にいかにも熊が出そうですよね。なんで、まあ、そこはちょっと見るだけにさせてもらおうかなというふうに思います。まあ、川の縁なんですけども、こう降りていきますと、川の縁に車が止まってんですよね。以前、なぜ止まってんですかって言ったら、雲が見たいからだ。駐車場結構いますよね。ちゅうことは雲出てきますよね。いつ出ても不思議はないですよね。なんで、まあ、できるだけ車から降りないで、さっさっさと撮影して、また車に、戻ろうかなというふうには思ってます。それから多分あそこは、登山口になってまして、登山する方が結構、利用されるんじゃないかなというふうには、思うんですけども。まあ、私は、ウトロさんですから、何ですかね、あそこには登りませんので、下の方で、うろうろ、してます。まあ、天候はまあまあの天候ですね。この調子だと知床峠、まあそれほど見晴らしは良くないと思うんですけども、まあ霧もなくそこそこの視界が開けてるんじゃないかなとはいうふうには思うんですが、まあ今回も、知床峠へ登って、して下り側の熊の湯に入ってこようというのがメインの考えです。まあそれが終わりましてから、さあどこ行くかっていうのはあるんで、あとはもう帰るだけで、またドライブをして帰っていこうかなというふうに思います。朝ごはんは例によりまして、おかゆと目玉焼き、目玉焼きというか目玉1個ですね、片目焼きですね、それとウインナー2本ということです。それで朝ごはんでコーヒー飲んで、さあ出発するかということです。まあ昨日は結構撮影とかたくさんやったんですが、今回はまあ頑張ってやろうかなというふうに思ってますが、写真撮ったら編集しなきゃいけないぞということになるんで、まあその辺を考えながらやっていこうかなと思います。ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。